はい、こんばんは。今日はマクロくんです。最近ね、なんか一層毛色が白くなってきました。こっちの方がわかりやすいかな。これ設定で明るさ変えてみたら真っ黒だったのに、ところどころ茶色とか白っぽくなってきてます。年取ったらハムスターってなるみたいなので、もう知らないうちにどんどん年取っていってるんだなぁと思います。マクロ月に1回ぐらいしかその浴びしてるとこ見ないんですけど、珍しくしてて撮ってみたらめちゃめちゃキラキラになってました。砂が最近中身が白に変わってキラキラするようになったので、マクロすごい目立ちますねどこ動いてもキラキラしているおしゃれハムスターに変身しちゃいました。おやつくれって言ってますね。ちょっとだけ上げてみました。体重は変わらず最近はキープできております。もう食べ終わっちゃったみたい。もう1歳4ヶ月ぐらいになるので結構年を取ってますね。その後ほっといたら下場で寝てました。気持ちよかったんですかね。初めて見ます。うとうと垂れてて、ちょっと高さ高いんですかね。うまく調整ができてない気がします。砂浴びしてるところもう一回見たいんですけど、もうやってくれなさそうです。マチロはよく砂浴びするんですけど、マクロもマチロも全然しないですね。普段あまりここ入んないんですけど、気に入ったみたいで良かったです。ベスポジを見つけたのか眠りに入っていきました。おやすみマクロ。そうこうしているとマチロが外に出せと騒いでました。最近すごいここ噛むんですよね。音鳴らないんですけど、アピールがすごいです。出たいみたいなので出していきましょう。普段合わせないんですけど、ケージ越しなんでコラボしてみました。もうマチロは全然興味ないみたいで、僕が気になるみたいです。マクロは気にせず寝ております。かわいい。まだキラキラ捨ててます。これなかなか取れないんですかね。そんな感じ、マクロが最近毛色が変わってきたシルバリングのお話でした。それでは今日はこの辺で、バイバイ。